はい、長良川サイクリングロードのパート7です。道の駅クレール平田に到着しました。さあ休憩して、とその前に、駒木道は何だろう。まさか続きはこれか。いや、これじゃないよな。はい、休憩。さあ、続き行ってみましょう。青いペイントがあるのでこっちですね。そこそこ風があるせいか、ずっと走り続けてきたのに体が冷えてきました。さあ、ここからはどんな感じになるのでしょうか。お、こちらに向かってくる自転車が。初めてこのコースを走る自転車に遭遇しました。と喜んだのもつかの間。やっぱりこの感じで行くのね。まあでも休憩を挟みましたし、気分転換できましたから、また頑張って走りますよ。路面は綺麗なんだよな。強い風じゃないけど、もう少し弱いといいんだけどな。まっすぐだね。
子はこういう感じが基本なんだね。あれ？また下の道に降りるのか？降りたね。でも、ここは青いペイントがないぞ。コンビニがあるな。おっと、青いペイント発見。道の駅がなかったらここで休憩だったな。このコースにおける変化は下の道に合流するとか橋をくぐるくらいなんだな。とか、何してる？おっと、左側の雰囲気が少し変わりましたかね。はい、では今回はここまでとさせていただきます。鈴鹿山脈が綺麗に見えますね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。